架空の彼女とあるね、階段収集をしている方がね、まあいろんなね階段というか怖い話、怖い体験談を持っている方とね、会うわけですけども、その中のね、えー、1人にまあ、男性の方がいて、まあ、ちょっと話したいことがあるって言うことあったんで、まあ、ちょっと喫茶店でね、あの落ち合って話を聞くことにしたらしいんですよ。すると その彼がね、まあ、いくつか、えー、彼の他のね、あの体験談とか、えー、聞いた話とかを話してくれた後にね、そういえば、僕、架空の彼女と付き合ってたことあるんですよって言うんですよ。架空の彼女っていうふうに聞き返すと、ええー、そうなんです。これは僕が高校の時の話なんですけどね。まあ、その彼の話なんですけどね。 まあ高校の時に同級生の女の子と付き合い始めてまあ大体1ヶ月ぐらいの時に今日私の家に遊びに来なよっていう風に彼女に言われたからまあ実家だったんでねちょっと緊張したんですけどもあうん分かった遊びに行くねって言って初めてのね彼女のねあの部屋を見るわけですから楽しみだなと思いながら行ったんですよで行くとね、まあ、両親は留守にしていて彼女はまあ部屋に入るなりねあごめんちょっと飲み物ないからさ 飲み物買ってくるから適当にしてて」って言うんですよ。うん分かったっていうふうに彼が言ってまあ部屋でぼーっとしたんですね。もう可愛らしい普通の女の子らしい感じの部屋だったんですよね。でなんとなくすぐそこのね本棚に入っていた卒業アルバムが入ったんですよ。で中学の卒業アルバムが入っててで彼女とはね中学校が違ったもんですから。 彼はちょっとね、あ、気になるなあなんて思って、えー、どんな中学生時代だったのかなぁなんて思って、それをすってね、悪いなと思いながらも、まあ取ってね、ちょっとペラペラってめくったんですよ。卒業生のね、クラスが出てるわけですよね。1組、あ、いないな二2組、あ、いないな三3組もいないなーあれ彼女がいないなーって思ったんです。おかしいなー でいろんな写真が載ってるもんだから、写真も全部見てたんですけどね、そこにも載ってないんですよ。名前すら載ってないんですよ。例えばね、不登校だったりとか、まあ欠席だったりとかしてね、だとしたら、まあ、丸くね、あのー、まあ、右上とかにね、写真が載ってたりとか、まあ、あるいは名前が載ってたりとかせめてするはずなんですけどね、一切載ってないんですよ。いや、おかしいな、これ、っていうふうに彼が思っていると、 その瞬間に「ただいまー」って言って彼女が帰ってきたんですよ。あっと思ってドキッとしてね振り返ったら彼女が笑いながらね「どうしたの何かあった?」って言ってくるんですよ。あいや特に何もないよっていうふうに返すと、まあ、その時にねちょうど自分の体とね後ろ手で隠,す隠れるようにねあの疎通アルバム置いてたんですけどそれをね彼女は目立とうク見つけてね「あれ?」って言って「ちょっともう恥ずかしいじゃんやめてよ」 なんんてて言っっしまったんですよでもその時の彼女のねやっぱ様子見てても別に不自然な点もないわけですよ変な点もないだからもう、まあ、その時にねふと思ったんですよあさっき自分は短い時間でねペラペラめくっただけだから彼女のことを見つけられなかっただけかもなとあなんだなんだそっかそっかとまあ無理やりちょっと納得してその日はそれっきりになったんですよそれでね翌日 学校に行ったんで,すで彼女とはね同じクラスだったんで席見たんですけどいないんですよあれ席空いてるな授業始まっちゃったんですよあれ今日欠席かな風邪でも引いたのかななんて思ってまあいいやちょっとメール送ってみようと思ってメール送ったんですけどねすぐには返信来ないんですよねうーんと思いながらでよくよく考えたらね朝もね先生がね その彼女が休むってことなんで休むかってことも何も言ってなかったんですよまあいいやと思ってそしたらお昼休みの時にねまあクラスメートのまあ男子生徒がスーッてやってきて「おい飯食おうぜ」って言ってくるんですよただねこの1か月かちょっとそれより前からねその彼女と一緒にご飯食べるのはまあ日課だったんでああなんか珍しいなと思って いやーなんかこうやって俺らね男だけで食べるのっていうのも久しぶりだなーなんてことをね彼が言ったんですそうするとねその友達はねけげんそうな顔して「いやーいつも俺ら一緒に食ってんじゃん」って言ってくるんですよ「あいやいやここ最近だと俺彼女と一緒にいつも食ってたじゃん」っていうふうに言うと「うそ冗談でしょ?」って言われちゃうんですよその上ね その友達からは「そもそもさお前の彼女って誰だよ初耳だぞ」って言われるんですよいやうちのクラスにいるなんとかちゃんって言って名前もね言ったんですけどそしたらいやそんな子うちのクラスにいないけどって言われちゃうんですよそんなバカなと思って「いやクラスメートのなんとかちゃんだよお前だって知ってんじゃん喋ったろお前だって一生懸命言ったんですけどいや 知らないお前どうしたんだよ?」って言われちゃうんですなんだか微妙な空気になっちゃったから先にねお昼ご飯食べ終えてすぐにね職員室に向かったんですで担任の先生がいたからね「あのうちのクラスの〇〇ですけど」って言ってまあ彼女の名前をね告げて「なんで今日休んでるんですか?」って聞いたんですするとね先生は一瞬 何を言ってんだっていう顔をしたんですけどしばらくねこう〇〇「うーんって言った後にああに「あまるか」って言ってなんかまるで昔の記憶を思い起こすかのようにね彼女の名字をね言って「えっとあーそういえば今日は休みだったのか」なんてこう要領を得ないようなことを言ってるんですよ。これはなんかもうそれ以上聞いてもしょうがないなと思って。 まあ結局、彼はね、そこから、まあ、学校から帰って、帰り、帰る道でね、そう、彼女の家に寄ったんですよ。こないだ行ったばかりだから覚えてたんでね、行ったんです。で、それでマンション見るじゃないですか。マンションの部屋、彼女の合室も覚えてるわけですよ。行ってみてびっくりするんです。部屋が空室なんですよ。入居者募集中って書かれてるんです。そんなバカなと思って、ピンポンって押したんだけど、出てくるわけもない。電気のメーターとかも止まってる。 もうそういうふうに思っててねあそうだ彼女に電話しようと思って電話したんですでも電話したらねこの番号は現在使われてておりませんんってなるんですさらにあそうださっきメール送ったけど返信も来てないしもう一回メール送ろうと思ってもう一回メール送ったんですそしたらねさっきはね何も返ってきてもいないしメール届いてた風だったんですけど今度はねメール送った瞬間にメールが返ってきてこのメールアドレスは現在使われていないと。 言うんですよそんなバカなとでもその日からね彼女の存在は完全に消えたんです翌日に誕生先生に聞いたら「誰のことを言ってるんだ?」って言われたそうですいやーそんな架空の彼女と付き合ってたんですよそうやってね彼が話し終えてでその会談収集課のね え人もああそういういことがあったんです、ね、なんか随分と変わった話だななんて言いながら「そうですか?」って言ってでしばらくまた別のね話を挟んでしばらくしてから「ああ今日はありがとうございました」「あの時のねあの架空の彼女の話非常に興味深かったんですよ」っていうふうに言うとそのね架空の彼女を話してくれた彼は「ん?」って顔をして「あれ?」 僕そんんな話しましまたっけっけて言うんですどうやら架空の彼女は付き合っていた彼の中でも架空になってしまったのかもしれません。